はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、ここはどこかというと、昨日クエストしてたのが、あそこです。あそこの家をね、回収に行ったんですけど、物資の回収ね。でね、よく見たら隣、クラッカーブックじゃんと思って、思いながらやってました。はい、なので、もうとりあえずクエストはね、全部やっちゃったんですけど、まだ時間があるんで、ここ行きましょう、とりあえず。ここ行きましょう。見に行きましょう。うん。なんかあんま大きくないんでね、サクッといけんじゃないっていう話ですよ。サクッとね。サクッといけませんか？サクッと。いけそうじゃない？なんか。ねえ。もういない？いけそうじゃない？なんかサクッとサクッといきましょうか。来ました。ホエのスキマティックがあった。アイアンホエイのスキマティックがありました。っていうことは、これで作れるね。とりあえず、ホエイは作れるわ、これで。OK、やりました。アーマーベンチはなかったけど、ホエイのスキマティックがあったわ。OK、OK。収穫あった。収穫ありました。よっしゃー、いいですね。ホエイがあったのはラッキーだね。うん、これでもうちょっと帰れるでしょ。帰りましょう。帰ってホエ作るかな、ちょっとね。ホエ作ったらとりあえずこのジャーナル進みますからね。うん。いや、いい感じ、いい感じ。来た甲斐があった。はい、すっかり夜になってしまいましたが、向こうでクマが暴れてますが、荷物整理しました。取れたのはこんだけですね。読んでないやつね。まあこの辺はスナイパー6巻とか。これがちょっとよくわかんないね。ガンライフルパートスキマティック。で、これがアイアンホエ。ホエでいいのかわかんないけど。ね。で、まあこの辺は鉄鋼アーマーですね。はい。はい。ということで、これでホエが作れるということじゃないですか。多分ね。ホエ。あ、来た。どうやって作るの？フォージアイアン、プリミティブハンドル、革、ダクトテープね。OK。あるかな？なかった。なかったわ。10個ぐらい作るか。とりあえずこれを10個作りましょうか。で、プリミティブハンドルがいるってことは、これも作んなきゃいけないっていう話ね。これ2個ね。で、これいるかな？これいったっけか。あ、いるね。プリミティブハンドルでしょ？ほい。で、またいるかな？もういらない。ダクトテープか、あとは。あとはダクトテープですね。で、なんだっけ？もう一回見ようか。もう一回見ましょうか。ダクトテープと革だっけ？そうだね。革とダクトテープ。革は作らないとないんじゃないか。作らないとないな。革作りますか。めっちゃ周りにゾンビがいるからね。気づかれると鬱陶しいんだけど。気づかれたかな？気づかれちゃったかな？気づかれるとうざいんだよな。あ、気づかれたな。叩き出したな。いやー、うざいな。めっちゃ来るからね、本当にね。バカみたいに来るからね。バカじゃないのとか思っちゃうね。絶対バカでしょ。絶対バカなんだよこいつら。めっちゃ集まってくるこれ。あら集まってきた、集まってきた、集まってきた、集まってきたわ。めちゃめちゃペラルフォードかよっていうぐらい集まってくるからね。ああ壊しやがった。もう最悪だお前たち。そこにも溜まってるな。やかましい。たまりすぎだお前ら。たまりすぎ、たまりすぎ。まだ生きてるやついる。まだ生きてるやついる。まだいるの？まだいるんですか？まだいるな。叩いてるな。ああ貞子来やがった。マジか。見えないんだよな貞子。まあいいか。ということでまあ9個あればできるでしょうね。あ、ダクトテープか。ダクトテープは、あ、8しかないけど、8で足りるか。よいしょ。足りますね。こっちかな。こっちでやるのかな。ほえ。ほえ。あ、できない。ああ、そうかそうか。フォージアイアンがないのか。こうか。これでいけるか。よっしゃ。クラフトするじゃなくて集めるだもんね多分ね。違うこっちだな。ホエを収集する。ホエを収集。もうできました。じゃじゃーん。クエスト完了。おお、なんか種パックもらった。シードパック、ブルーベリー。おお、ブルーベリー種子をクラフトする。あ、そうなのね。またこれスキマティックないとか言いそうじゃない？なんか。なんか言いそうな気がするな。あ、できたわ。よかった。できた、できた。ブルーベリー種子を設置する。あ、植えろってこと？あ、ついに植える時が来たか。あ、クマ来ちゃった。クマさん？クマちゃん？ん？どこ？あ、いた。集まってきた。集まってくんなよ。待って、ブルーベリーの種子を植えるんだから。俺ねこれの使い方がよくわかんないんだよね。これ肥料にするのかな。あ、種になるのこれ。あ、これがいるの。作る時に。ああ、じゃあこれ関係ない。植える時にはこれ関係ないのか。ただの土でいいんですかね。うん。粘土層でなんか土を作ればいいのかな。土。そのまんま。そのまんま土ですけど。これでいけるのかな。なんか言ってる。たまにね、なんか言うんだよね、これね。1、2、3、4、5、6、7、8。8個。はい。多分水いるでしょう。多分ね。ジャーナルに出るかな。これ違うな。こコンポスト。でも英語で書かれてもな、ファーミングテープルじゃなくて、農業。第2アクションにコインタロウを植えます。収穫量も収穫した作物のここに行くようになります。工作区域をクラフトして第2アクションで工作区域に種を植えます。水いらないのかな？前は水が必要だったような気がしたんですけどね。ダークネスホールズみたいにね。水いらないのかな？まだクマいる。水いらないですかね。まあ一応水、バケツに水汲んでこいって汲んでこさせたぐらいだから水いるでしょ、多分ね。多分ね、いらなかったら水汲んでこいなんて言わないもんね。ということで、じゃんじゃん。真ん中に穴を開ける作戦で 9×9 にしました。ちなみに。こうね。で、真ん中に水入れようかなと思ったんですが、バケツの水どこいたっけ？バケツの水どっかにやってしまったな。どこだっけ？あれ、バケツの水、こっちか。あれ、違うな。バケツの水どっか行っちゃったわ。こっちか。農業だからこっちに入れたか。あったあったあった。水入りバケツ。で、これで水入り、待って、種持ってる？種1個しかないけど、1個でいいのかな？ねえ、もっと種ないのかな？まあ、いろいろ種あるけどね。まあ、この辺適当に植えとくか。とりあえずブルーベリーだけはまかなきゃいけないって話ね。で、水張って、はい、これじゃないな。これ実だな。これ実ですね。で、こうか。あ、そっか。耕さなきゃいけないのか。耕そう。耕せ。とりあえずこれで咲く。あ、早っ。めっちゃ早くない？なんで夜だからか。夜だから早いのか。夜ね、夜だとね、めっちゃ早くなるんだよね、なんかね。このゲームさ、これバグなのかな？夜だとね、ルート探索するのもめちゃめちゃ早いんですよ。行った全部。行きましたかね。そう、夜、リロードもちょっと早くなる。夜になると。あ、いけますね。じゃあ、ここブルーベリーね。で、これなんだっけ？これ何だっけ？これ。芋だっけ？クエスト完了しました。はい。あ、なんか出た。フード、なんたら、なんかあれか。保存樽か。保存用の樽ね。もうでも腐らないからさ。保存用の樽も必要ないんだけど。ね、物腐らなくなったからね。余ったね。余りましたね。あと2つほど植えるけど、まあいいか。保存樽作れと。多分こっちなんだろうな。あ、これか。釘、木材、あ、ちょうどあるね。釘、タープはね、まだ持ってるよ。よし。寒そう。画面が凍りついてる。寒い言ってる。あ、種パックあるから種作れんじゃん。まあいいか。あ、これクラフトするだから見てなきゃいけないんだ。はい。貞子くんがいらっしゃいました。はい、できました。設置する。設置か。樽ね。樽じゃ、邪魔すぎるな。まあ、ここでいいか。めっちゃ邪魔だけどね。まあいいか。お、ジャーナル完成した。あ、ジャーナル完成しました。っていうことは、やっぱあとあれだけか、本当にアーマーベンチだけか。アーマーベンチの先に多分ケミストリーステーションとか、まだ先があるんだよね、多分ね。多分ね。よし、じゃあ、まあ今回はこの辺にしときましょうか。貞子がなんかやってるけど、まあいいや、ほっとこう。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。